こんにちは、深夜3時でございます。私にとってみたらこれが早朝おはようございますの時間ですね。今ね、楽しみのカップラーメンを食べようかと思って、パカッとね、スープと、それからお湯を沸かしております。ちょっと見ますね、普通のキッチンで、でも大きいでしょ、キッチン、我が家のキッチンね、食器棚も入っていて、冷蔵庫もあそこにあるというね。まあでも普通の家のキッチンですよ。まあここでこれからカップラーメンをね、食べるというね。いや、いくつになってもね、カップラーメンっていうのもね、楽しみですよ。昨日スーパーに行ってカップラーメンの特売があったんで、いろいろ選んできて、他にも種類いろいろ買ってきたんですけどもね、このずっと今カップラーメン空だったんですよ。空だったんで、あー、カップラーメン食べたいなーと思いながらも、チャーハンばっかり食べてたんですけどもね、今日はカップラーメンが食べれて嬉しいなと思います。もうね、お祝いにね、卵1個入れちゃおうかなっていうぐらいですね。今日のカップラーメンはスーパーカップみたいなやつですね。スーパーカップではないんですけども、このでかい、私が大学時代からね、このサイズは好きでよく食べてるんですけども、ごっつ盛りというやつでございます。豚骨、黒豚骨、うん、麺 90g の大盛りって書いてますけども、 90g が大盛りなのかどうかよく分かりませんけども、ただ私のね、この早朝のお腹を満たしてくるのには十分かなと思いますね。まあこんな動画見ても全然面白くないと思いますけども、こういう動画からね、売り上げって上がるんですよ、実は。不思議でしょ、うん、だから何その動画っていう風に捉えるのも一つなんですけども、そういう動画でも人は見るんだ、あ、ちなみに、あ、俺見てるじゃんみたいにね、気づいてもらいたいなというところで、たまにこういうね、生活動画も上げていこうかと思います。それじゃあできたら食べちゃおうかなっていうところですけども、食べるところもこの後動画で映しておきますんで、ご覧いただければ幸いでございます。このラーメンを食べるとお金が儲かるよっていう話でございました。カップラーメン万歳。じゃあカップラーメンの方食べていきますね。出来上がったと思います。こうやってバーッと開けるとね、お、とってもいい香りがしますね。ここにですね、この醤油とですね、醤油油、これが豚骨をこう出してくれるわけですよ。ビューっとね、まああの健康に悪そうだなっていうことはね、一個なしでお願いします。何もね、私カップラーメンだけを食べてるわけじゃないんですよ。普段バランス良い食生活を送ってるからこそ、こういう風なね、食事もたまに楽しめるということでございます。で、カップラーメンを食べるときやっぱりね、割り箸が美味しいかなと私思います。さあ、混ぜていきます。おお、すごいいい匂いがする。まあ、この匂いがね、やっぱこうカップラーメンをね、人の心を引きつけて離さないんでしょうね。まああの、ラーメン屋に行って丁寧に作ってくださってるラーメンもすごく魅力的なんですけども、カップラーメンもなぜかね、たまに食べたくなっちゃうんですよ。はい、十分混ぜましたんで、これでいただけるんではなかろうかと思いますね。じゃあ、すいません、いただきます。よし、うん、おいしい。